そうですえー、賛美聖火の時間となりました今日はこの聖火の段から「恵みの成長から590番「恵みの高きね」ちょっと、えー、確認してみます。590番、えー。間違えました。失礼しました。救い主イエスと、えー、これは聖書の、えー、新明紀発章の遺節汝の神汝をして、えー、荒の道を歩ましめたまえり」。 オ、えールザ・ウェイ・セーバー・ランド・ミですね。4分の3で普通ですね。これも、うん、素敵な賛美です。ではいきます。<laughs> えー、聖歌の590番「救い,はい、救い主イエスとい救い主イエスとと共に行く身は 乏しきことなく恐れもあらじ。イエスはやすきもて心をたわらせ。物事すべてをよきになしたも。物事すべてをよきになしたも。 坂道に強き恵みを差し伸べ心身の時は恵みを保う弱き我が玉の乾く折しも目の前の岩は避けて水湧くも 目の前の岩は避けて水湧く。いかに導いてる恵みなるかや約束しませる。家に帰れば我が玉は歌は力の限り。 君に守られて今日まで来ぬと君に守られて今日まで来ぬとはい、えー、聖火の「恵みの成長からあ聖火の590番、えー「救いにしイエスと」とはい、えー、今日は収録日は2024年の、えー、4月の15日 月曜日、えー、仕事がお休みで、えー、収録してます。午後2時を終わりますけど、はい、外は雨ですけど、救い主、イエスと共に、を心に、えー、感謝いたします、えー。この賛美、聖果をあなたの心に、 この成果はあなたのもとにマスターとの賛美成果でした。このマスターとの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集していますのでよろしくお願いいたします。次回の賛美成果の時間でお会いいたしましょう。マスターとした仕上げ熱、パッションブレズリー、シャロム、シャロム、シャロム。